NGC2438 は、友座の方角に約3000光年離れた位置にある惑星状星雲である。1786年3月19日に、ウィリアム・ハーシェルが発見した。NGC2438 は、M46 の近くにあるように見えるが、視線速度が異なるため、物理的に関連はないと考えられている。長時間露光の写真によって、 この惑星上成分は拡張した波炉を持っていることが示されたが、より容易に見える部分は、おそらく中心の赤色矮星の死に由来している。この惑星上成分の中央の構成は、17.7等級の白色矮星であり、表面温度は約7万5000ケルビンである。基地の白色矮星で最も熱いものの一つである。アストロノミーピクチャーオブザデー。 Planetary Nebula NGC 2438 NASA 2011年4月8日閲覧 ABC NGC Objects NGC 2400から24492011年4月8日閲覧 Majest DJ Turner D Rain D Insertion of Possible Assessions Between Planetary Nebulity and Open Clusters PASP 119 1349キス、LL、サボ、G、M、バローグ、Z、パーカー、QA、フリュー、DJ、アーオメガ、ラジアルベロシティーズルールアウトカレントメンバーシップオブザ、プラネタリーネビューライン GC2438 イン、ザ、オープンクラスター M46、ンラスハット、NGC2438。せず、2011年4月8日閲覧。 プラネタリーネビュラ NGC2438 イン、プピス。2011年4月8日閲覧。ありがとうございます。